こんにちは、すみやです。昨日、オリオン座流星群見ましたか？昨日はね、ライブ配信しようと一応準備はしていたんですが、夜の7時か8時ぐらいかな、大雨が降ってきて、全くそんな状況にはありませんでした。望遠鏡が濡れないためにね、カバーをかけに来るだけでもう精一杯でしたね。はい。で、朝起きて二重にカバーしてあったんですが、一番上のカバーはね、防水性がちょっと低かったのか、二番目のカバーのところにドブソニアン望遠鏡のちょうどこの鏡塔の一番上のところに水が溜まってましたね。はい。まあカバーの上に溜まってただけなので、カバーを外して水をね、朝落としましたけれども、突然の雨に降られるとちょっとびっくりしますよね。はい。で、すごいピカゴロゴロってね、雷も鳴ってましたね。はい。ドドーンってなんかね、音がして、流星群どころか爆撃を受けているような感じでしたね。はい。え、それで、まあ、仕方なく少し時間を待っていたんですが、9時、10時、11時ぐらいになってもね、全然空がすっきり晴れないので、あ、もうダメかなと思って、一旦寝ました。で、そして、寝床から障子を開けたら、ちょうどね、東の空が晴れていたので、あ、やっぱり、オリオン座流星群のライブ配信やろうと思い立って、1時ぐらいに起きて、そうですね、2時少し前から、ライブ配信をしました。牛蜜時からライブ配信したのは多分初めてだと思うんですが、まあ、明け方までのね、時間が一番、夜明け前が一番ね、流星が流れる確率が高いと思ったので、まあいいかなと。今朝見たらね、4、500人ぐらい見てたようですね。びっくりしましたね。牛蜜時から始めて5時過ぎまでやってたかな。で、最後はね、あのシースターでベランダから映したですね、馬頭星雲、燃える木星雲を、まあ最後はね、配信しました。っていうかもう白明になってね、空が明るくなったので、オリオン座を中心に見ていたんですけれども、オリオン座ももうかすれてきちゃったので、つまんないので、そのオリオン座の隣に馬頭星雲と燃える木星雲をシースターで撮ったのを映していました。実はこれがですね、昨日ライブ配信をした時に使った機材ですね。このソニーの α7S、初代の S ですね。今は S3 まで来てますけれども、ビクセンのポラリエに載せてますね。で、ポラリエの前にテレスコ工作工房さんが作ったバランスウェイトをいつもつけてるんですが、もう昨日はね、めんどくさいっていうか、この重りはね、AM5 のストーンバックの方にいつも乗せてるので、ここにはつけてなかったので、まあ、そのままこれで使いました。アルカスイスのプレートにソニーの α7S をこういう風につけてました。もうね、5時ぐらいになるとね、オリオン座がもう南の南中を越えて、そうですね、南西の方角に傾いてきている感じでしたね。ちょうどオリオン座が直立をして、映っていましたので、直立よりちょっと傾き始めてたかな。はい。まあ、こんな感じで、カメラがね、もう、ビクセンのポラリエがね、ぐるーっと、ここまで回ってきましたね。最初はこういう向きで撮ってたんですが、ぐるーっと回ってきましたね。ちょっと元に戻してみようか。はい。もともとはね、多分これぐらいから撮っていたんじゃないかなと思うんですが、ぐーっとね、追尾をしてくれてました。まあ、北極星を適当に入れただけなので、まあ途中でね、オリオン座の一部がね、見えなくなってしまうということがあったんで、一回途中で位置を調整したりもしたんですが、北極星の極軸合わせはね、もう
最初にやったままでやりました。そっからいちいちまたね、曲時間合わせするのめんどくさいので、そういう風にしていました。はい。それでポラリエはですね、実は家庭用の電源に、つないでいます。家にあったコンセント、増設コンセントですね。で、黄色いのは屋上にある電源ケーブルに挿す10メートルの防水コードですね。かなり太いコードです。で、これが2本あるので、いつもこの屋上で大活躍してくれています。そこにですね、AC コンセント2つついているんですが、ここに USB の、充電端子がね、あります。1アンペアと 2.1 アンペア、2つついてます。で、1アンペアの方にポラリエの電源をつないでいます。本来はここにね、電池を入れることができるんですけども、はい。電池はね、今使ってません。それでビクセンのね、電源ケーブルは DC5V って書いてあるんですが、このジャックがですね、USB-C どころか、マイクロ USB でもない、その前の規格の USB ですね。これなんて言うんだろう。なんか台形みたいなね、ちょっと変わった形のアダプターになってますね。これビクセン用に買ったんじゃなくて、なんか別のものについてたような気がするんですけどね。まあ、こんな感じの変わった形のジャックですね。はい。こんな変わったジャックは非常に今は珍しいと思うんですが、まあ、ポラリエ規格がかなり古いのでそんな感じです。まあ、この蓋をしたままね、一応ケーブルが付けられるのでまあいいかな。こっち向きだね。それで1アンペアのところにつけていました。はい。はい。それから 2.1 アンペアの方はですね、これもビクセンで買った、これはまだね、1年も経ってないかな。はい。レンズヒーターをここにつけていましたね。はい。ちょっと見えないので、こっち向けるか。はい。こんな感じで、つけていました。はい。はい。で、このレンズヒーターね、昔のものは、なんか電池式だったようですけども、今はね、USB-C にさせるようになってます。で、こっちのね、ジャックも、USB-C、A かな。で、こっちが USB-C ですから、これの 2.1 アンペアのところに挿して、こう挿して、ここがコイル状になってんのがね、望遠鏡とかね、カメラの位置が変わっても大丈夫ですね。混線しないようになっています。それから α7S の電源はですね、ちょっとこれ、見えないか。ちょっとこれ回すか。はい。ソニーのですね、純正の AC アダプターがあるんですね。はい、ソニーって書いてます。ソニーの純正の AC アダプター。アウトプットが 7.6V の 2.0 アンペアというやつですね。でこれはズームでいろんなね、配信をするときに、このソニーの α7S をメインカメラにして、映していたので、その時途中で電源がよく電池だけだとね、切れるんですね。まあ1時間も経つともうバッテリーが上がっちゃうので、2時間以上のズーム会議とかやってると、もうバッテリーが全然足りないので、いちいちね、電池交換しないと画像が固まっちゃうので、そういうことを避けるために買ったんだと思います。はい。で、これはですね、こうだね。はい。こういう風に電池の代わりに挿せば電源が24時間使えるという形になるわけですね。だからモバイルバッテリーをつなぐよりもこっちの方がね、バッテリーの心配なく撮影できるっていうか、そういう感じですね。もともと α7S の初代のものは
給電しながら、モバイルバッテリーで給電しながらの撮影にはあんまり対応してないのかな。それで、まあ、星空ライブで今は、特にね、流星群ライブの時には、このシステムを使っています。はい。で、三脚はですね、シルクのプロ 700DX3N ってやつですね。これかなり、1、2、3段。で、さらにここ、リフトがあるので、まだまだ上がるんですけどね。上がりますね。これ上げるとね、どこまで行くんだろう。これが届くな。そうですね。すごいよ。2メートル超えてますね。で、私の身長が165センチぐらいですから、2、4、あと40センチ足して2メーター10センチ近くまでカメラの位置が上がりますね。はい。すごい三脚ですね。はい。まあ、この上にシースター乗せるっていう手もあるんですが、そんなに高いところにね、シースター置かなくても大丈夫だし。まあ、三脚大きいのでね、三段の足を全部伸ばすとね、もうベランダには置けないので、こういう広い屋上でしか使えないんですが。でこのカメラにですね、ここにですね、マイクロ HDMI をつなぐ端子があって、そこに HDMI の端子に延長のアダプターをつけて、ここにあるこれにつないで撮影していました。はい。まあ、こんな感じで、カメラ、マイクロ HDMI のケーブルを10メートルの延長コードに挿して、そして下のパソコンにつないであるキャプチャーボードからパソコンに取り込んでいます。いつもはこのケーブルはシースターの映像を Android スマホからですね、取り込んで送っているものなんですけれども、ですから昨日はシースターはね、ここでは使えなかったので、どうしたかっていうと、オリオン座が南東の方に見えて、ちょうどベランダが南の方は開けているのでね、見えたので、オリオン大星雲とか馬頭星雲とか入れようかなと思ってやって、2階のベランダで撮影しました。そして2階のベランダでね、シースター使うと非常に便利なのは、ベランダに置いたシースターの映像をですね、部屋の中にいるスマホで操作ができると。で、その部屋の中にあるスマホで、すぐそばにあるキャプチャーボードに短い HDMI ケーブルからキャプチャーボードでパソコンに取り込めるということで、この10メートルの HDMI ケーブルがなくてもね、ベランダで撮影すると50センチぐらいのね、短い HDMI ケーブルと、それから Android 専用ディスプレイアダプターをつないで、パソコンに取り込んで操作していました。流星群ライブの映像と、それから2階のベランダのシースターの映像を同時配信することができましたね。屋上でね、シースターを置いておくと、この10メートルはそっちに使わなきゃいけないので、流星ライブをやるときには、もう一本ね、10メートルのケーブルが必要かなと思っていたんですが、この10メートルのHDMI ケーブル買い足さなくてもね、短いので、昨日はベランダにミニこたつを置いてですね、その上に置いたシースターで撮影しました。まあ、こんな形で昨日はね、オリオン座流星群ライブをやりました。まあ、全国各地で晴れているところはね、流星群見られたかもしれませんが、なかなかね、千葉県は、夜遅くまで、雨が夜遅く近くまで、8時ぐらいまでかな、雷とかすごい大雨が降ってて大変だったので、それどころじゃなかった。で、その後もね、屋上がもう濡れてるので、望遠鏡が、カバーがびしょびしょだったので、カバーを乾かして望遠鏡を設置するっていうことはせずに、このカメラだけをね、持ってきて、流星群ライブをやりました。オリオン座流星群の次は獅子座流星群ですか。その次は双子座流星群。
四分ギザ流星群、流星群のライブをやりながら、隣でシースさんの映像を映すという小技がね、昨日やれましたので、それを目指したいなと思っています。ちょうどね、このソニーのカメラを4対3で映すとですね、少し両端に黒い帯が出てね、映ってない部分があるので、カメラの映像を少し左に映して、空いたところにシースターの映像を映すとちょうどいいかなというふうに思いますので、そんな形で今後も流星群ライブの時にシースターの映像も一緒に映せると、そういうのを映してやってみたいなというふうに思います。今日はね、すごい快晴ですね。あそこに上弦の月が見えてますね。今日は上弦の月。あ、そうだ、月面 X 見えるかもしれませんね。今日は月面 X ライブになるかもしれませんので、乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい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 。